羽衣物語小川美明昔は今よりももっと松の緑が青く砂の色も白く日本の景色は美しかったのでありましょうちょうど今から2,000年ばかり前のことでありました美保の松原の近くに一人の若い船乗りが住んでいました ある朝のこと東の空がやっと赤くなり始めた頃いつものごとく船を出そうと海岸をさして家を出かけたのでありますまだおちこちの森の姿はぼんやりとして辺り一面の畑には白いもやがかかっていたけれど早起きのうぐいすや山鳩はもうどこかで朗らかに鳴いていました。 そうしてあちらの空には富士山が神々しくくっきりと浮かび上がって見ました。これを仰ぐと若者はつつましげに襟を正して手を合わせながら「どうぞ今日も私の体に毛が災難なくおかげで幸せに暮らせますように」と言いました。こう祈りを捧げると なんとなく心がすがすがしく気持ちも晴れ晴れとして自然踏み出す足に力が入りましたこの時どこからともなくプんンと松の匂いがしましたいつの間にか松原へ差し掛かっていたのであります木の間からびょうびょうとして見える海の色穏やかな波のうねり バラはまだよく眠りから冷めきらぬもののようでした。おやと言って若者は突然歩みを止めました。なぜならいくぶんもやの薄れかかった前の方に不思議なものが目に留まったからです。なんだかまぶしいものが一本の松の木の枝にかかっていました。 いまで見たこともななようなものです「尾の長い鳥かしらんそれにしてはなんときれいな大きな鳥だろう」と若者は目を見張りました。鳥が止まっているのなら近づけば逃げるだろうと躊躇しつつ若者はじっと様子をうかがいましたがさらに飛び立つ気配がなかったのでした。 そうして風にひらひらと揺れるのを見ると薄い着物のようにも思われました。とにかく一点見届けよと若者は用心しながら一足一足それへ近づいたのです。低く垂れ下がった松の枝にかかっているのは果たして輝かしい透き通るような女の着物でありました。 離れてみるとまぶしい光を放ち虹のかかったようでありましたかすみを切ったようにも思われるのでありました一体この着物は誰のものであろうか若者は頭をかしげ思案にくれました松原の中はしんとして時々小鳥の鳴き声が聞こえるくらいのもので たりをましても全く人のいるよう若者は初めて見るものだけに触るのが恐ろしくもあればまたあまりきれいなので手をつけては悪いような気さえしましたがついにもの珍しさのあまり勇気を出して自分の手に取りつくづくと眺めたのでした。 これは人間ななどのの着るものでない。天井高くわしかたかがどこからかくわえてきてここへかけていったものだろう。何にせよまたとえがたい尊いものだ。こんな宝が手に入るとは何という自分が幸せ者ではないか。村の人たちに見せたらさぞうらむことだろう。 若者はほくほく喜びました。その着物を教しいただいて今やそこを立ち去ろうとしたときであります。後ろへ小さな足音がして、鈴を振るような爽やかな声で「もしもし」と呼びかけたものがありました。驚き振り向くと若者は二度びっくりしました。 なぜならそこには目の覚めるような美しい女の人が立っていました。それは私の着物でございます。どうぞお返しくださいまし。とその美しい人は言いました。その声を聞きその姿を見てこれがこの世の人であろうかと。 若者は自分の目を疑わずにはいられませんでしたすぐには返す言葉も出なかったのです「その着物をどうぞお返しくださいまし」と女は重ねて言いました若者は着物の持ち主がわかると今までの楽しかった夢が破れてがっかりしましたまたと手に入らぬ宝と思えば なおさら惜しかったのです若者はせっかく私が拾いましたものをどうぞ捨てたと諦めなされてこれを私にくださいませんかと頭を下げて頼みましたこう聞くと女はぱっちり目を見張ってさもたまげたという様子でなんとおっしゃられます 「その着物をどうしてあなたに差し上げられましょうそれを着なくては私は空へ帰ることができません」と答えました。いや「いやいやそれならあなたはまさしく天女でいらっしゃいますか道理で人間にしてはあまり立派すぎると思いました」と急に若者は様子を改めました。 知らぬ人からこうして見られるのをさも恥ずかしげに天女はただうつむいていました話に聞く天女の羽衣とはこれでございますかさようでございます類いなく美しいと思うのもそのはず天女であったかと若者の感動はしばらく静まりませんでしたけれど 天女は天にいるものとばかり信じたのをどうしてこんなところへ降りたのであろうかと聞かずにはいられませんでした。あなたはどうしてこんなところへお降りになったのですかと若者は天女に向かって尋ねました。天女はこう問われるとためらいながら顔を上げここの景色があまり見事なものですから。 つい降りりりてみる気になまました、たと答えたのであります。「美しいものに見とれるのは一人人間ばかりでなく天に住む天女も同じであるのを知ると自分がきれいな羽衣を欲しく思うのも悪いことではないような気がして若者はその上ともしつこく天女に向かって頼みました。 ご無理のお願いかもしれませんがこのきれいな着物をどうぞ私にお与えくださいまし長く我が家の宝にしたいと思います。これを聞いて天には呆れたのであろうがしばらく言葉もありませんでした。どうしてもお許しになりませぬかと若者が言うと 天女の顔には悲しみの色が漂ってついに口を開きました「その着物を着なくては二度と天へは帰れません」「人間には役に立たぬものですが天女にはなくてはならぬ着物でございます」と言ってうつむきました若者は片言も聞き漏らすまいと 耳を傾けていましたが天女が羽衣を着なければ天に帰れぬと言ったのでこれは何たる自分にとって幸せなことであろうそうすればこの美しい人を村へ連れ戻っていつまでも止めておくことができると思ったのでしたそう聞けばなおさらこの着物をお返しすることはできません。 それはままたたどうしたことでございますか天女は驚いて顔を上げ目をぱっちりと開いて若者を見ました。羽衣よりあなたの方がもっともっと美しいのであります。羽衣がなければ天へ帰れぬとお聞きしてはあなたをいつまでもおとめしたいばかりに羽衣をお返しすることができなくなりました。 若者は正直に申しました。天女の体は恐ろしさのあまり震え、顔色は青ざめて見えました。これを見ると若者は、こういったのも天女のような美しい人のそばにいたためでもあり、少しも悪い心からではないのだ。どうかそれを天女に悟ってもらいたいと思いましたので。天女様、 こう申しますのもお恥ずかしい話ながら私はまだ独り者なのでございます。もしあなたさえご承知になって私の妻におなり下さるならばあなたのためにこの命も捧げます。ただ人間の身として天上のあなたをお慕いするのは慎みのないことかもしれませんけれど。 美しいものを愛する心に神も人も変わりないならばどうぞ私の願いをお聞き入れくださいまし」と年頃に訴えました天女は濁り気のない若者の心に感動するとともに自分にも落ち度があったのを悟りました「こんなことになるのも自分の軽率からであった」 うかうかと地上へ降りさえしなければ何事もなかったと後悔しました富士山は紫色を帯びゆったりと長く裾を引いていましたその広い裾野の縁を青黒い色の海がうねりを上げそしてもやのかかる松林や白い砂の浜辺は 浮世絵の模様のように見えるのでさすがに天女もしばらくは我を忘れて見とれずにはいられませんでした。天女はそれがこうして災いを招くとも知らずたもとを翻すとさっさとクジャクの舞うように人間の犬のを幸いに松原へ降りたのであります。すると湿った土の爽やかさ。 水水、を砕く海の水天女は心行くばかりそれに親しまんものと足にまつわる羽衣を脱いで松の枝へかけ裸足のまま渚の方へ走ったのでしたそして冷たい水に足を浸しながらささやきつつ寄せては返すさざ波を相手として戯れ いつしか時の経つのを忘れていたのでありました。そのうち、東の空がほんのりと赤く色づいていました。それを見て天女は初めて朝日の上がらぬうち、天へ帰らなければならぬと気づき、羽衣を取りに松原へ引き返したのでした。ところがその大事な羽衣は、 「いつの間にか人間の手に入っていました」。この時若者は「これほどお願いしてもまだ何ともおっしゃらぬのは私の心がお分かりにならぬからでございますか?」と悲しそうに言いました。これを聞くと天には「いえ何で分からぬことがございましょう。天と地と分かれていても。 情けに変わりもなければまた良し悪しや喜びや悲しみにも違いはないのでございますもの」と答えたのでした「それならなぜ私の願いを聞いてはくださいませんか?と」と若者は生き生きとした目を天女に向けました。天女はためらいながら「空にいる私は全く地上の暮らしを知らないのでございます。 と言いましたさっき情けに変わりはないとおっしゃったではありませんかそう申しましたのもあなたの真心がよくわかりうれしく思ったからですそう思えばこそなおさらあなたを幸せにしなければなりませんまったくこの地上の暮らしを知らぬ私に何であなたを幸せにすることができましょう 「い,いえ一緒にいてさえ下さればそれで私は満足します。またそれがどれだけ私を力づけるか知れません。私は山へ行って薪きを取ってくれば海へ出て魚も取ってきます。少しもあなたにご不自由をばさせません。と」と若者はあくまで思いを通そうとしました。 哀れな天女は悩みに耐えかねてか顔には花の色があせ、青白く急に姿がやつれて見えましたこれを見ると若者は天女を痛々しく感じたのでしたそしてなんとなくじっとしていられなくなりました「天女様私が悪いのでございますわがままを言って ああなたを苦ししめて申し訳ありませんどうぞお許しくださいまし」と頭を低く垂れましたすると天女は頭を上げて「人間は人間の務めを果たして尊いのであります」「もし誰でもその道を誤るならどんな不幸が起こらぬとも限りませんそれゆえ 早くく私を空へ返してください、と目に涙を浮かべて言いました若者は天女のどこまでも優しく正しいのに感心しましたそして自分が悪かったのを悟るとこうして立っているのさえなんとなく気恥ずかしくなったのです。 あなたは天にいらして何をなさっていられますかと若者は聞きました。私は神様にお仕えしています。雲の上にて五色の旗を織ります。また神様のお使いで時々星の世界から星の世界へと飛び回ることもあります。と天女は答えました。若者は丁寧に、 羽衣を天女の前へ差し出しながら「どうぞこれをお受け取りくださいまし」。ついてはこんなお願いをするのもまことに厚かましい話ですがせっかくのお名残にせめていつまでも美しい正しいあなたにお目にかかった思い出となるような何かお印をいただきたいのですがかなわぬ願いでございましょうか。 私の持ちますものは全てこの羽衣のように虹や霞を折って作ったものだけに人間の手に渡ればいつまでも形となって残ったことはありません下界にすさぶ嵐や雨にさらせるならたちまち破れてしまうでしょうしかしあなたのような正直な方には 私のお与えしたものはいつまでも心の内へ残りあなたの一生を楽しくお暮らしさせることができましょう」と言いました「まあそれはどんな尊い品でございますかい,いえ形のあるものではございません。今も申しますように形のあるものは いつか破れれて崩れるものであります。形がなくなって心に残るものこそいつまでも壊れることのない宝であります。と申します宝とは人間の考えでは絵にすら描けない天女の舞をご覧に入れたいと思います。こう聞くと若者の顔は急に晴れ晴れしくなってにっこり笑い。 見た者はこの世の心配や年を忘れると昔話に聞いたが「まだ誰も見たと聞かぬ天女の舞でございますかそれはありがたい」と言いましたこの時たちまちどこからともなく起こる笛の声それと相わす太鼓の音若者は思わず頭を巡らしてその美しい音色にうっとりと聞きほれました。 見ればもう天女の姿は空へと浮かんでいました。若者があれよという間に天女の長いたもとは翻って若者の頭の上へ垂れ下がりその橋が手で捉えられそうなところまで来ると再び巻き上がる雲のように高く離れて音楽も急調子に弾みそれと一緒にしばらく激しく舞い狂ったのであるが いつしか次第に高く高くそのまま姿は遠く小さくなりついに霞の奥深く消え去ってしまったのであります。いつの間にか美しい音楽の音もやんでただそよそよと吹く朝風のうちに音楽の音がいつまでも漂っていたのでありました。 浜辺の砂の上にじっと座っていた若者はやっと夢から覚めたように立ち上がり方々を見渡しましたけれどもうどこにも天女の姿もなければ羽衣の影もありませんでしたそして広々とした海原と青い松林といつに変わらぬ 富士山があるばかりでした若者はその後長い一生を正しく楽しく送ることができました彼は仕事に疲れたときなどいつも大空を仰いで天女を思い出しましたすると不思議や天女は雲の上から星のような目で下界を見つめて 慰め、励ましてくれたのであります。